国鉄は国家が保有しまたは経営する鉄道事業である。なお、日本においては特に日本国有鉄道の略称として用いられる。半官半民の株式会社だったケースのフランス国有鉄道国際的には以下の経営形態を持つ鉄道運営組織について一般的に国鉄と称される。事業体の英称としてはナショナルレイルウェイ。 ステートレイルウェイ、リパブリックレイルウェイなどの語が用いられることが多い。事業体が法人形態を取る国では、商事法以外の特別法を法人の設立根拠とする特殊法人、または特殊会社のケースが少なくない。また、旧共産権諸国など、歴史的経緯から私鉄がほとんどなかった地域では、国営、または国有の鉄道事業体であるにもかかわらず、 単に、鉄道、鉄道企業体などと呼称し、事業体の名称及び略称に、国鉄に相当する用語を用いないケースもある。設立の経緯、目的の面からは、国鉄は以下の3つの形態に分類される。地域開発、産業振興目的地域開発や、産業振興の目的で、国が先行投資として建設したもの、私鉄と並存している形態が多い。 全国統一鉄道網を形成する目的軍事上、産業上の要請から私鉄を買収して全国的に統一された鉄道網を形成する目的のもの。私鉄の救済目的経営の立ち行かなくなった私鉄を救済して国有化したもの。私鉄では経営できない人口規薄な場所へ建設するものを含む、世界で初めて蒸気機関車による公共鉄道として開通した。 イギリスのストックトンダーリントン鉄道や、初めての実用的な蒸気鉄道であるとされる、リバプールマンチェスター鉄道をはじめとする初期の鉄道は、いずれも、私鉄として開業した。ただし、海や安全体制の確保や、公共性の高い事業でありながら、独占となりがちな経営形態から、早くから国による規制と許認可の制度が作られた。また多くの国で、 鉄道建設に対して補助金が支給された。世界で最初の国有鉄道は1835年にベルギーで開通した。1830年にオランダから独立したベルギーでは独立戦争で荒廃した国土の再建と経済開発を進めるために国有の鉄道網を計画し国土を東西方向と南北方向に結ぶ十字型の路線を建設した。 しかし当時は全国統一の路線網を形成する意図はなく、国内鉄道の営業距離は私鉄の方が長かった。各両方に分かれていたドイツでは両方ごとに鉄道網の建設が行われ、このうち各両方政府が自ら建設した鉄道については国有鉄道と呼ばれた。プロイセンで両方内の私鉄を買収して鉄道網を 国有鉄道に一元化したのを皮切りに、他の両方でも第一次世界大戦の時期にかけて、同様の施策が取られた。ただし、ドイツ帝国による統一後も帝国直轄の鉄道は、エルザス・ロートリンゲン鉄道のみだった。各方有鉄道は、大戦後の1920年に統合され、ドイツ国営鉄道が発足した。フランスでは、六大鉄道と呼ばれる民間の大鉄道会社が、 政府の保護のもとに鉄道網を広げていた。一方で経営難に陥っていた地方の中小私鉄を救済するため、1878年にこれらを国有化した国有鉄道が発足した。さらに1909年には大手支鉄のうち西部鉄道が経営破綻し、これも国有鉄道に吸収された。また、第一次世界大戦後にフランス領に復帰した。 アルザスロレーヌの鉄道も国有とされた。1937年には残る主要私鉄と国が共同出資して設立した株式会社のフランス国有鉄道に鉄道網が統一された。大規模な国有化による全国的な国鉄網の形成は第一次世界大戦前にはスイス、イタリア、日本などで行われた。第一次世界大戦と 第二次世界大戦の間には、ドイツ、オーストリア、ベルギー、オランダ、フランスなど、多くのヨーロッパ諸国で、同様の国鉄網整備が進んだ。イギリスの鉄道網は、鉄道誕生以来私鉄のみで構成された。第一次世界大戦の戦時体制で一時的に、各私鉄が国の監督下に置かれ、大戦後には国有化も検討されたが、結局、 1921年鉄道法により4、大民営鉄道会社に再編されるにとどまった。各鉄道会社は、第二次世界大戦でも国の監督下に置かれた後、戦後の1948年に、政府のイギリス運輸委員会に経営移管され、イギリス国鉄となった。アメリカでは、初期から私鉄の建設について、州や連邦政府が手厚い保護を行ったが、連邦政府が、 全国的な鉄道網を保有したことは一度もない。第一次世界大戦中には政府による各地鉄の輸送統制組織としてアメリカ合衆国鉄道管理局が設立された。また、アラスカ州では開拓促進を目的としてアラスカ鉄道を連邦政府が所有していたことがある。第二次世界大戦後、航空機や自動車との競合で各鉄道会社の経営が悪化した。 1971年には、採算が特に悪化していた、長距離の旅客鉄道を存続させるため、連邦政府が出資して、アムトラックが設立された。アムトラックは、北東回廊など一部を除いて線路は所有せず、私鉄各社から線路を借りて、旅客列車を運行している。これとは別に経営破綻した、北東部私鉄各社の救済を目的に、1976年に、 連邦政府資本によるコンデールが発足し事業を継承したが、その後1999年、民間鉄道会社へ再売却された。多くの国では1960年代以降、国鉄の経営悪化と、その改善が大きな問題となった。イギリス国鉄は1963年、ビーチングアックスと呼ばれる大規模なローカル線の廃止やサービスの統廃合を進め、 西ヨーロッパ諸国や日本でも同じような動きが進められた。国鉄の経営形態そのものを見直す民営化は日本の国鉄分割民営化が宣鞭をつけた。これによってサービスの改善や収支の改善が進んだとして国際的に注目が集まりヨーロッパ諸国でも国鉄事業体の民営化が検討されるようになった。ヨーロッパでは欧州連合が主導する形で 上下分離方式が導入され、多くの国で列車運行事業体の分離と株式会社化が進められたが、イギリスやドイツなど一部の国を除き、列車運行事業については、政府が全額あるいは、過半数を出資した国有企業が承継し、路線や施設などの保有、管理運営事業については、公社組織や政府機関が承継している国がほとんどで、ある。日本においても北海道、 四国の旅客及び貨物の3社は2016年現在も政府出資の国有企業となっている。ヨーロッパで最初に国鉄改革を実施したのは1988年7月に王立鉄道委員会の国営鉄道事業から路線保有管理事業を分離し新設の産業省線路管理局に移管したスウェーデンであるイギリスでは国鉄を 昨日別に分割して民営化を実施したが、分割された組織間の煩雑な契約関係や連携不足などの問題が発生し、線路保有事業会社のレールトラック社は、レールの接損が原因で特急列車が脱線転覆したハットフィールド事故をきっかけに経営破綻した。同社の事業は経営面で国の関与を従来より強化した新会社、ネットワークレール社が継承している。 鉄道省及び日本国有鉄道も参照日本においては明治期に政府が開設し運営していた国営の間接鉄道が始まりである。後1906年の鉄道国有法による鉄道国有化で政府が自ら建設した間接鉄道線と日本鉄道など当時の大手施設鉄道17社を買収統合した国営の新しい鉄道網について新たに 国有鉄道と称した。国有鉄道は政府官庁である公部省、定心省、内閣鉄道院、鉄道省、運輸通信省、運輸省によって国の帝国鉄道会計及び国有鉄道事業特別会計による国営事業として運営された。1949年からは日本国有鉄道法に基づき政府出資の公共企業体である。 日本国有鉄道が行う国の公共事業として1987年まで運営された。戦後においては日本国有鉄道の略称としての国鉄の故障が広く普及した。日本国有鉄道は1987年の国鉄分割民営化で事業を政府出身による新設の JR グループ各法人に承継し未承継分の生産事業を行う。 日本国有鉄道生産事業団に移行した。発足した当時の JR7 社及び現在の北海道旅客鉄道、四国旅客鉄道、日本貨物鉄道については、全株式を政府が保有する株式会社の鉄道事業体であり、国際的には国有鉄道に準じた経営形態であるものの、日本国内においては国鉄とはみなされていない。ありがとうございます。